統合戦力軍特殊作戦軍団はアメリカ統合戦力軍参加の組織。司令部はバージニア州ノーフォーク所在。前身は1996年に設置されたアメリカ大西洋軍中の特殊部隊であり、1999年にジャフコム中に改編、設置された。ソスジコムは特殊部隊として統合戦力軍に戦力を提供し、作戦立案の協力や、 各軍種との共同訓練を通じて統合作戦能力の向上に努める。特殊作戦群と連携しつつ、作戦、戦技の開発に努めることとなっている。また、特殊作戦群とともに各地域別統合軍中の特殊部隊に対し支援を実施するものとなっている。その後、2011年に実施された統合戦力軍の廃止に伴い、 統合戦力軍令下の部隊は廃止されたものを除き、統合参謀本部の直轄や、共通の任務を担当する統合軍令下へと移管、再編されていった。この過程で、ソフィフコムも新たに連携関係にあった特殊作戦軍の令下に移され、名称を統合能力特殊作戦軍団と改められた。現在ソック JC は特殊作戦軍ホームページのトップページ下部に、 掲載されている部隊エンブレムが示すように、アメリカ陸軍特殊作戦コマンド、アメリカ海軍特殊戦コマンド、空軍特殊作戦コマンド、統合特殊作戦コマンド、統合特殊作戦大学とともに特殊作戦軍令下の主要部隊の一つと位置づけられている。ありがとうございます。